八坂村以上のその犠牲者を出した事件が、この地域であったと。2年余りで76人の方が、亡くなったと。焼いて埋めたんですよね。その場所に真備の岡田という、エリアに来てるんですけど、まあ、もちろんこのね水害の被害が、あった場所に、来ております。もともとは吉備郡岡田村という場所に来てます。で、まあ、ここね八坂村のその横溝の精神の疎開先、まあ、戦時中ですねになったということで、まあ、この地域有名なんですけど、八坂村以上のその犠牲者を出した事件が、この地域であったということで、戦争によって生み出されたその弱者、まあ、その外地からの引き上げ者とか復員兵など負傷者が町の路上にあふれたということで、なんかその負傷者の収容施設があったということで、岡田県立厚生館というのが、戦後、あったようです。で、暴行とかいろいろ受けてかなりの人数が、2年余りで76人の方が、亡くなったということで、で逆にその、裏山に、この辺の山に埋められたと。で墓標もなく、そのままもう埋めたような状態というのを、書いてるんですよね。ちょっと今日はね、そこの辺りをまた紹介していこうかなと思います。はい、というわけであのスピーチーブ始まります。はい、まあ、こんな感じで、まあ、以前も挙げたんですけど、この横溝精神の疎開先ということで、この地域結構こういうのが盛んです。で情報によれば、千光寺獄門島に登場する千光寺はこの寺の名前と、この裏にそういう、まあ、慰霊碑があったということで、ちょっと行ってみましょうかね。で今日行く場所なんですけど、この横溝正史の疎開先からの横の道にある千光寺慰霊碑みたいなのがあるらしいんですけど、こちらの裏山にあるということで、ちょっと探していきましょう。まあ、どんな感じなのかちょっと全く想像もつかないですけど、はい、おそらくこの裏山にあると思うんですけど、
いいと。情報によれば、このお寺の東側にあるということで、西側は普通に一般的な丘があるんですけど、この東側にあるということで、ちょっと行ってみましょうかね。不気味やな、ここ。帰りよ。東側ですからね、ここしかないですよ、完全に。通れるような感じじゃないですね、これ完全に。いちいち間違えたな。なんかある。見えます？あの奥に。で、まあここ慰霊碑があるだけと思うかもしれないですけど、まあ、先ほども言ったんですけど、その暴行とかして亡くなった人をここで焼いて埋めたんですよね。その場所に追悼碑、慰霊碑を置いてるということで、もうその目の前100メートルぐらいかな、先に慰霊碑がちょっとポツンとあるんですよ。らしいです。ここで慰霊碑が、昭和61年に建てた。これからね、行くところは収容されてた人が、いたその厚生館にちょっとこれから行こうかなと、まあ、もちろん跡地なんですけど、その現場にちょっと行って、今日は、終わろうかなと思います。この辺にあったらしいんですよね、そういう施設が。まあ、おそらくこのね、さら地とかもちょっと関係してのあれなのかな。まあ、実際に新しい家が今建とうとしてるんですけど、この辺にあったと。
いうことです。今日ね、ピックアップさせてもらったのは岡田厚生館事件ということで、昭和のね、戦後その GHQ の政策によって戦後外地から帰ってきた兵隊とか、ね、路上生活者を収容するための、施設を、がこの辺にねあったというわけですけど、その虐待とかいろいろあって、70人以上の人が、死んで、このね裏にある先にあるお寺の裏に、焼かれて埋められたという事件がこの、マビの岡田エリアに、あったということで、でこの厚生館なんですけど、名前をね変えて、昭和30年代に、廃止されたということで、その現場にね今日行ったんですけど、もう完全にね更地ということで、いう感じです。その痕跡というのは、もう慰霊碑ぐらいしかないということなんですよね。だからなかなかその行きにくいというか、分かりにくいというのはあると思います。でまたねちょっと機会があったら、ウィキペディアでも、実際現地に行ってみるなり、ちょっと興味でも持ってくれたらなと思います。はい、それではねまたスピチューブの方、よろしくお願いします。ありがとうございました。帰りますか。帰りましょう。これで大丈夫なんですか。はい、本当ですか。もうね、あれ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 、どうします、じゃんけん僕が行った方がいいですか。ちょっと装備が多い。なんかあればいいんやけど、何もないっすね。なんか登ったり下ったり、こう来たっすかね。多分そうですね。え、ここ行ったっすかね。迷子ここで迷子。あれ、ここあった、こんなんあってるでしょ。ジャケさん、これ無理かもしれないですね。ジャケさん、これ無理かもしれないですね。どうしますか。もしかしたら僕らあの向こうの辺から来たかもしれないですね。あ、この鉄塔の下ですね。絶対神社じゃなかったですね。神社じゃないですね。城でしたね。城でしたね。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。